皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作欲チャンネル、動画のご視聴ありがとうございます。今回はですね、アンモナイトセンターの、体験発掘なんですけれども、ノーカットでお届けしようかなと思います。はい。体験発掘1回これ60分間あるわけなんですけれども、まあ丸々本当に60分、通常再生でお送りすると、まあ見る方の方がちょっとね、負担が大きいと思いますので、まあ適宜早送りなんかを入れまして、そうですね、見やすい時間に調整してお届けしようかなと思うんですけれども、時は、3月3日日曜日でございます。これは午後の部の体験発掘なんですけれども、誰得の実況付きでお送りしたいと思います。はい。というわけで、体験発掘スタートになります。はい。というわけでいきなり早送りが入ってるわけなんですけれども、60分のタイムカウントダウン始まりましたけども、まだ発掘始まっておりません。発掘の前にですね、職員さんから、まあ、発掘に関する注意事項とかの、まあ、最終的な、説明がありますので、それが終わって体験発掘スタートという感じになりますね。はい。で、初めて体験発掘される方は、オリエンテーション、まあ、座学が30分ほどあるわけですけれども、まあ、それがちょっと5分以上押しちゃった場合は、5分体験発掘が延長されるという、まあ、ことはありますけれども、まあ、基本的には、体験発掘延長はありません。はい。押した分だけ、まあ、ちょっと短くなっちゃうかなと。いうところですけども、はい。それでは発掘頑張るぞ。ということで、竹発掘、皆さんの掛け声とともに始まりました。はい。まあ常連さんはね、だいたい初めに掘るとこ決めていくので、ほぼ掘る場所にこうまっすぐ歩いていく感じで、まあ自分もこの、今いるところの壁の上の方ですね、この目線のあたりですけども、この辺を掘ろうと思って、スタートしました。はい。でこれ午後の部なんで、まあ当然午前中も掘ってるわけですけれども、午前中もほぼ同じ場所を掘ってて、午前中はあまりいい稼ぎ出ませんでした。はい。ファーストハンマーが入りまして、早速叩き続けていきます。はい。はい。で、こう叩いていくと、だんだん音が変わってくるのがわかるでしょうかね。だんだんこう、ポコポコっていう音に変わってくるんですけども、これはタガネを刺していったところの先の方がですね、ひびが入りまして、徐々にこう隙間が広がっていく。そこにこうこのハマの平たい方を刺してですね、こじるとそこだけベロッと剥がれる、まあそのサインになるわけですけれども、はい、こうボコッと外れましたね。はい。でこれをさらに手に持ってハンマーで細かく割っていくと、まあ、表面をこうじっくり見ながらですね、はい、このように細かく砕いていきます。はい。まあ、基本はこの作業の繰り返しになりますね。はい。からさらに早送り入りまして、掘っては割って、そしてよく見ての繰り返しです。はい。どん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 割っていきます。そして、開始から
まあ、10分くらい経った頃ですけども、はい、この外した岩の中に何か入ってるようです。はい、これは何なのかということで、まあ、ハンマーで軽く叩きながら割っていきます。はい、割れました。はい、何か入ってますね。はい、ちょっと手では割れないのでハンマーでさらに割っていくと、はい、出てきました。これちょっとこう細長い尖った感じのものですけれども、これはピンナという、かなり大型の二枚貝ですね。はい、これが、多分はその尖ってる先の方の、化石だと思いますけれども、これはあの現代にもいる貝でして、かなり大型の、二枚貝ですね。はい、さあさらに取っていきます。まあ、ところどころこう化石は見えてるんですけど、この掘ってるところっていうのはあんまり化石が入ってないところなんですね。はい、こう見てあんまりこう土の中に化石が見えてないかと思うんですけども、掘ってる場所があんまりこう化石がないんですね。サメの歯とかを狙うときはこう下の方ですね、足元の方を狙って掘るんですけども、まあ今日この日の狙いはサメの歯ではないということが分かっていただけるかなと思うんですけれども、まあサメの歯じゃなければここで狙う獲物といえばね、あれなんですけれども、まあそれを狙って掘っていきます。まあ、当然化石が少ないので、とにかく数多く掘って掘って掘りまくるというのをやってます。はい、まあ60分ありますけども、まあ意外とあっという間に時間を過ぎてしまうので、とにかくたくさん掘ると、まあその60分間ハンマーを振り続ける体力っていうのもね必要かもしれないですけども、まあ結構もう手首にも肘にも肩にも来てるので相当まあしんどいんですけども、とにかく60分間頑張り続けるというのが重要ですね。さあ、そうこうしているうちに25分経過した頃ですけども、はい、こう割っていってポロッと外した、その反対側をくるっと回してみたところ、おやっと、はい、ちょっとカメラに映ってませんけども、今目視で見てますね、その互いの近くを。はい、そのあれが、ちょっと出てきたんじゃないかなと思って、先ほどよりはねちょっとハンマーの使い方が、優しくなってきています。はい、このタガネの先のところにですね、ちょっと化石が出てるんですが、ちょっとこの映像では分かりにくいかと思いますけども、はい、少しずつこう削っていって、そいつがあれなのかっていうのをね、確認しようとしています。はい、さあさらに細かい手つきで石を割っていきます。はい、だいたいここであれだと確信ができてます。はい、さらに周辺を割っていって、風を壊さないようにですね、優しいタッチで、はい、だいたい今その上に乗っかっていた石が少しずつ取れ始めてきて、はい、極力化石を傷けないように、周囲をこう広く掘り進める必要があるんですけども、
ほい。というわけで、もう間違いないぞと。さらに持っていきます。ここでショックインさんに声をかけます。シワさん。まあ、多分アンモだと思いますけど。おお。本当だ。渦巻いてるアンモだ、これは間違いなく。ここに黄色入ってるし。ここ狭い割っちゃったの？これはなかったっていうか、多分気がつかないで割ってると思いますけど。アンモだ。うん。やった。はい、というわけで職人さんも間違いないと言っておりますけれども、問題は、30分切りまして、あと30分のうちにこの化石が掘り出せるかということがちょっと気になってくるわけですけれども、この奥側が見えてない、奥の方にどんくらいの入ってるのか分かんないんで、まあ、どこまで化石があるかね。多分これアンモ。本当だ。うわ、切り切れてる。手前多分削っちゃったがない、ね、ないかですけど、多分ここがへそですから。そうですよね。うん、奥がどこまで開くかちょっと。はい。それが心配なんですけども、とにかく、化石を壊さないように周りを広く崩していって、化石を取り出す準備をしていきます。はい。はい、徐々に時間は減っていきます。残りが、まもなく25分というところなんですけれども、はい、細かく、まあ、周囲は大胆に広く掘っていかなければなりませんけれども、はい、時折こうやってハケで表面を拭ってですね、化石の状態とか壊れちゃってないかとかいうのを確認します。まだこっち続いていますから、多分粉砕したかないかのどっちかね。だいたいここまで来るとですね、これ以上奥がないかなという感じがしてきたんで、奥へ掘り進める深さはあまり深くしないで、周りを横にちょっと広めて取り出しやすくしようとこうしているところだと思いますね。これはね、はい、ハケで払って確認します。ここはもう掘りません。極力周囲に溝を掘るような感じで、削っていく感じですね。極力化石をですね、こう浮き彫りにするような感じにしていく。ただ無理に母岩を剥がすようなことはしないということですね。はい。で、はい。ちょっとここでやっちゃったなと。化石の一部をちょっと欠けてしまいました。はい。でもまあ時間ないから、まあいいや。ということで、作業を進めます。
座席の下にこう穴を開け始めました。はい、これ化石を、引き剥がすときに、互いにこう下に入れてグイッと持ち上げたりするんですが、そのための準備ですね。こういうふうに穴を開けないと化石がこう真っ二つに割れたりしちゃうので、極力化石を壊さないように穴をこう並べて入れていって、それに沿って、タガネをどんどん入れていきます。はい、はい、そろそろ動くでしょうか。はい、まあ、タガネグイッとやって化石が動きました。これで、取れると思います。はい、取れましたね。はい、アンモナイトメソプゾシアゲットです。なんとか10分くらい残して、取ることができました。バラさん、メソかな、メソ、おー、こっちだね、結構の大きさだね。ほら、これ割れたんじゃない。はい、まあ、あとの時間は消化試合といいますか、まあ、あんまり取れたんだから、まあいいかっていう気持ちで、まあ他にも何か取れればいいなということで、とりあえず掘り進めています。はい、はい、残りが10秒を切りました。はい、終了です。大変お疲れ様でした。発掘は終了の時間であります。なお下りになりますので、ゆっくり足元十分お気をつけになってお戻りになってください。大変お疲れ様でした。はいはい、疲れました。はい、というわけで、最終的にですね、クリーニングして、表面保護したものが、はい、こちらになります。はい、アンモナイトメソプゾシアですね。はい、ちょっとねここはい、ここ、ちょっとクリーニングするときに、おへそのところにねちょっと穴を開けてしまったんですけども、まあ、状態としてはそんなに良くはないんですけど、まあ、この裏側ですね。裏側はこう結構綺麗に出てますけど、まあちょっとこの辺が欠けてなくなっちゃってますんで、まあ状態としては、まあ中の上くらいかなというふうに思います。はい。で、まあこのおへそのところなんですけども、まあどうしてもここの、まあ、地層に入ってるアンモナイトはこのおへそのところがこう平たくぐしゃって潰れちゃってる感じがあるので、なのでこの、母岩ですね、母岩から化石をこう引き剥がそうとするとこのおへそのところが本当にこう薄っぺらなんで、ここがね完全にベロって外れちゃうと思うんで、まあこれ母岩についたままにしてますけども、まあこう下が平らになってますね。こうやって置いて、飾ることもできます。はい。で、こちら側が、いわゆる手前の壁側になってるんですけれども、最初に見えたのが、ここですね。はい。ここのちょっと、筋になってるようなところなんですけど、最初がこれ、キール。外側に沿ってこう盛り上がったりするこの山状のものなんですけど、それが出てるのかなと思ったんですけど、これは殻が割れてずれて段差になってるところがちょっとね、そういうキールっぽく見えてただけだったようで、まあメソプゾシアで間違いない感じだなと思うんですけども、
で、まあ、直近の、まあ、この撮影している直近の日曜日にもですね、このようにアンモナイトが出てまして、はい。これ、一見すると違うアンモナイトに見えるかもしれないですけど、まあ、これもメソプドシアっぽいということで、これは全然この表面のなんかね、6、さっき筋状に見えてた6が全然ないように見えるんですけど、多分これ、ね、6がなくなっちゃったのかなという感じですね。はい。まあ、一応これもメソプドシアじゃないかということで、まあ、さっきよりもサイズはちっちゃいですけども、まあ、これもへそが出てますし、まあ、後ろ側はこんな感じで、こんな感じで、同じようにこう、6が消えちゃってるんですけどね。はい。まあまあかなと。まあこれ中の中かなという感じですけども、アンモナイトが出ました。はい。で、このアンモナイトが出てきた場所なんですけれども、この壁の、ちょっと高いところですね。もうほぼ1メーターくらいの高さがあるところの壁から出てきてるんですけども、まあ、動画内でも言ってたように、化石があんまり入ってないんですね。なので、とにかく、その60分の間に数多く掘って掘って掘りまくって、で、まあ出てきたやつなんですけれども、この出てきた高さよりもさらに上に行くと、数年前に出てきた40センチ台のですね、結構大きなメソプドシアが埋まってるであろう草順なんですけども、まあ、今掘ってるところではちょっとね、まだ出てきてませんけども、まあ、今後ですね、横に横に、こう、掘り広げていければなと思ってるんですけども、このメソプドシアを掘った時の、体験発掘ノーカットで、まあ一応早送りはありましたけども、一応ノーカットで全部お見せする感じになりました。はい。というわけでですね、結構アンモナイト続々と出てきておりますので、さらにですね、もうちょっと状態のいいアンモナイト出ないかなっていう期待はあるんですけども、まあ、今後ですね、さらに体験発掘参加しまして、じゃんじゃん掘っていきたいと思います。はい。というわけで、最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければ、グッドボタンを、チャンネル登録もお持ちしております。関連動画再生リストからよろしければ、他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。